こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介いたしますのは、東洋エンタープライズのブランド、シュガーケーンから、この定番のギャリソンベルト、こちらを紹介していきたいというふうに思っています。このシュガーケーンのギャルソンベルトですが、これはもう長い間、以前から作られている、定番アイテムなんですね。定番アイテムということで、もう何年も前から作られているんですけども、まあ、定番といえども、いつでもあるかっていうのはそうじゃないんですね。これはね、そのシュガーケーンの、ギャルソンベルトは、その、いわゆるこだわりのベルトということで、非常にその手間暇かかるんですね、作るときに。だから、生産工程が非常に長いので、一度その切らすと、ちょっとまた時間が空いてからしか入荷ができないというふうな、そういうふうなベルトになりますね。私のところのブルーラインも、もう何ヶ月も前に品切れしてたんですが、ようやくこの春先に、カラーとサイズが揃ったので、改めて今回、また紹介をしていきたいなというふうに思っています。このギャルソンベルトということですけども、このギャルソンベルトっていうのはどういうことかというと、口のようなこのバックルのことなんですね。この口の形のようなこの形、この形をしたベルトのことをいわゆるギャルソンベルトというんですね。このギャルソンっていうのはいわゆるアメリカの用語で言うと駐屯地っていう意味があるんですね。アメリカ兵が使う駐屯地という意味合いがあって、いわゆるそのアメリカ兵が使用していたベルトを再現をされたのがこのギャルソンベルトっていうふうになってます。各メーカーさんそのギャルソンベルトを作るんですけども、このシュガーケーンのギャルソンベルトが一番そのアメリカ兵が使用していたベルトに近いというふうなことが言われています。これがいわゆるギャルソンベルトですね。非常に形もシンプルな形になります。でカラーはまずはこのサドル、まあ、ヌメ革とか言うんですよね、このサドルの革。そしてもう一つが、いわゆるブラウンですね。これは染色色が入れてます。ブラウンとかこうしてこういったタイプですね。これはブラウンです。そしてもう一つがブラックですね。いわゆる三色展開になっています。こういうふうなブラックですね。ブラックの色合い。で、サイズは32から38まで用意をしております。そしてこのギャルソンベルトの特徴なんですけども、最大のところ、特徴はこの厚みにあります。この厚み。この厚みが測ってみたら、だいたい 0.4 から 0.5、約4ミリから5ミリの厚みがあるんですね。そして非常に硬い素材を使っています。これもちろん牛革なんですけども、おそらくその牛の中でも背中とかお尻とかそういう硬い部位で作られていると思います。非常に硬くて丈夫な革質を使っていますね。これ丈夫な革質、これがやっぱりそのこのギャルソンベルトの最大の特徴ですよね。非常に硬くて、で最初に使う時にちょっとびっくりするぐらい硬いです。ちょっと力をグッと入れないと締めれないぐらい硬い素材を使っています。硬い素材を使うということがこのベルトの特徴で、もう10年以上は使ってほしいというのがこのベルトの特徴なんですね。やはりそのアメリカ兵が使っていたということで、そのデザインとかね、付け心地とか関係ないんですよ。まずは耐久性を重視するということで、非常に厚みのあるタイプをされています。そしてちょっと、ね、よく見るとちょっとしたね、そのちょっとした小傷とか小じわとかがあります。これどういうことかというと、やっぱりその牛の本来のね、私たち の人間の皮膚と一緒で、やっぱり小じわとかシワとかがあるんですけども、これね、皮っていうのは加工をしていけばそういう小じわとか消えるんですよ、消えてしまうんですけども、その加工をすればするほど皮の厚みっていうのはどんどんやっぱり薄くなっていきますよね。そうだとこのベルトの意味合いがないんですよ。なぜかというと、その加工をしなくていいので、でその厚みが大事だということで、多少小傷があったにしてもこの厚みを重視したってことですね。加工すれば薄くはなっていきます。薄くはなるんですけども、それだと意味がないんですね。このギャルソンベルトの意味は、まずは厚みがあることが第一条件というふうになっています。そしてもちろん今度は、ブラックとブラウンに関してはちょっとね、この表面の部分がちょっとね、白っぽくなってる部分もあるんですよ。白っぽくなってる部分。これ何かというと、ワックスが固まったタイプなので、それはもちろんその傷物とかではなくて、そのワックスが固まったものは、使っていくと自然に取れていきますので、それはもうご理解してほしいと思います。すごい白くなってるので、ああ、ちょっと変だなって思われると思うんですけども、それは固形ワックスのタイプだと思いますね。もう一つ、ブラックとブラウンあるんですけども、サドル、ヌメ革ですけども、これは色を入れてないわけね。色を入れてないわけです。ありません。これは何が言うというと、人間と皮膚と一緒で、これ、ずっと経年変化していきます。ちょっとね、褐色、色がね、少し濃くなっていきます。ヌメ革のいいところは、どんどんと色が変化していくのをまた楽しめるというのも、このヌメ革、サドルの特徴でもあるんですね。
どんどんと色が変化していって、その変化を楽しむのもこのサドルっていう、タイプですね。これも一つ楽しめる一つだと思います。で、特徴は、こういうふうに、シュガーケーンという刻印がされています。こういうふうにですね。で、裏側を見ると、安心と信頼のメイドインジャパンというふうになっています。日本の職人さんが一つ一つ丁寧に作り上げるということですね。で、また、この部分、もうタコ糸のような太い糸でこう縫い上げられています。まずここがほつれることはないと思います。それだけ丈夫に作られています。で、形は至ってシンプルなタイプですね。ですから、いろんなパンツに合わせられると思う。もちろんジーンズもそうですけども、まあ、チノパンとかね、カーゴパンツとかベイカーパンツとか、いろんなパンツに合わせられる。まあ、トラウザーとかスラックスはちょっと相性はあまり良くないんですけども、他のパンツ、ジーンズ、チノパン、ベイカー、カーゴ、ペインター、そういったパンツには、ちゃんとこう、合わせやすいタイプかと思います。この男性のベルトなんですけども、このね、ベルトっていうのは、あんまりね、無頓着な人が多いと思うんですよ。まあ私もそうなんですけども、まあ、こういうウェアとかね、ジーンズとかは、まあ季節によって変えたりするんですけども、ベルトってなかなか買うタイミングがないというか、あまりいろんなベルトを買い替えるっていう人少ないと思うんですね。ですから、なんていうの、その1本か2本かのベルトを、回しながらずっと同じベルトを使っていくっていうのが、まあ、ほとんどの男性の方だと思うんですね。そういった意味では、どうせあの、買い替える、あまり買い替える頻度が少なければ、やはり丈夫なもの、そしてシンプルなものを選んでもらった方がいいと思うんですね。まあ、この値段も、例えば8900円消費税ということで、ちょっとベルトの中では高い部位に入ると思うんですね。だけども、長く見て、10年、15年というふうに長い目で見ると、これはもう使い勝手がいいと思うんですね。そしてまたさっき言ったように、まあ、いろんな買い替えるっていうのがないので、やっぱり一つのものを大事にしていこうといえば、やはりこういう硬くてね、厚みのあるものを長く長く使ってもらいたいと思います。そしてもう一つベルトっていうのは、プレゼントにもね、非常に使いやすいアイテムなんですね。なぜかというと、さっき言ったように、あまり頓着のない人が多いということは、あまり持ってる本数がないということで、プレゼントでいただくっていうのは非常にやっぱ嬉しいですよね。そしてまた、意味合いが、まあ、例えば男の役入りとか役年とかになるとプレゼントするときにいわゆる長いものそしては丈夫なもの長く生きられるものっていうのを意味合いを込めてベルトとかをプレゼントっていうふうなことで使ってもらう方もいらっしゃるんですね。私も役入りのときはいただいたし先輩にプレゼントしたんですけどもそういうふうに喜ばれるプレゼントとしても喜ばれるアイテムの一つだと思います。最後にちょっとねサイズのことで、ね、ちょっとお話ししたいんですけどもこれ30、32、34、36、38ってあるんですよね。で、私、例えば、ジーンズだと30インチのジーンズを履くんですけども、じゃあ私は30インチでいいかというと、ちょっと短く感じると思うんですよ。やっぱりジーンズを履いて、そのジーンズの上からベルトをしますので、ちょっと目安としてね、ここにちょっと書いてきたんですけども、32インチっていう、32という表記のやつは、76センチ前後のウエストの方。34という表示の方は、ウエストが82センチの方。86センチ、91センチというふうに、こういうふうな一つの目安として、見てもらったらいいかなというふうに思います。30インチの人が30のベルトというと、ちょっと短く感じると思いますね。まあ、詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、そこをクリックしてもらえれば、まあ、文章だったり画像だったり見ることができますので、ぜひそこをちょっとクリックしてみてください。本来であれば、私がこのベルトをね、試着をして、そのパンツとの組み合わせっていうのをね、そのプロモーションビデオみたいに出すんですけども、今回このベルトに関しては、ちょっと試着をすると、とてもこう、使用したところのね、ちょっとシワとかが出ますので、まあ、今回はちょっとお話だけですね。プロモーションビデオっていうのは、まあ、今回は作っていません。今回は東洋エンタープライズのブランド、シュガーケーンからこの定番のギャルソンベルトを紹介してきました。非常に厚みのあるがっちりとした耐久性のタイプです。10年、15年と長いスパンで活躍してくれる、そういう風なギャルソンベルトになります。ぜひ一度使ってみてください。よろしくお願いいたします。